今回の戦闘コーデはナースコーデ。おっと、回復してくれるのかと油断させてから攻撃するコーデです。チクッとしますよと言いながら攻撃をしてきます。続いての戦闘コーデ、動きやすさ軽さ重視のこのコーデは防御力は少ないが素早さはお墨付き。大きなリボンで可愛さアップ。こんにちは、ラムです。ラムズキュン。この格好は今回このスタートリガーというゲームをねやらせていただくんですけど、このアバターはいろいろ変えられるんですけど、私のアバターと同じ格好をしてみました。どうでしょう、髪型はね結構ね似てると思うんですよ。でこのスタートリガーというゲームの魅力が、自分だけのアバターを作ることができるというのがすごい魅力的です。じゃあ着替えてみましょう。見てください、これ髪型がね、まあ、すっごいいっぱいあるんですよ。髪型変わるだけでだいぶ違うな。どうしよう、悩むな、こんなにあると悩むね。一回洋服から決めちゃおうかな。あ、いっぱいあるよ洋服、ほらジャージスタイルいいな。見てこのジャージスタイル良くない？ちょっとジャージスタイルにしよう。で、これ頭も変えられる。あ、すごい、ちょ髪型いこう、次これこれはこれでなんかある意味強そうな感じするけど、あ、でもこれいいな、これちょ目これ結構お気に入りかも。あ、ガムあんじゃん。あれ、これ見たことあるぞ、某人間食べる人じゃないこれ。じゃあね、ちょっとガムが可愛かったんでガムにしますね。じゃあ私このスタイルでいきます。どうです、これちょっとホームに戻ってみよう。うわー、なんかなんだろう、田舎のヤンキー感このゲームの右側見てください、武器がめちゃくちゃあるんですよ。これは剣ですね。で、これが銃、これがショットガンで、これがライフルで、これがバズーカ的な。で、この SSR 白波レート白パレートカットでSSR があるので装備したいと思います。装備、そしてこっちは、あっ、ここの枠に弓もあるんですね。武器めちゃくちゃあるじゃん。弓にしちゃおう。じゃあこれでいきましょう。ちなみにこれ全部武器持っていけるんですよ。切り替えて攻撃をしたりとかで、そのクエスト行くんですけど、せっかく私ね今日最初のアバターの格好してきたんで、さっきのアバターに着替えていいですか。で、さっきのアバター、ここでお気に入りを保存したり、今保存したんですけど、ここで一気にパッと着替えることができるので、この機能もおすすめです。じゃあ装備しましょう。似合うね弓がクエスト行きましょう。じゃあ早速ここのクエスト行きましょう。出発、主な報酬が、報酬もらえたりするね。で、ミッションもあるから、このミッションをクリアすると報酬がもらえるというね。こんな感じでね、モーションもすごい凝ってたりするんですよ。ちょ、最後楽しみにしてください。で、これ横に移動して攻撃したりで、押しながら、なんて言うんでしょう、あ、もうすぐ倒しちゃった。あ、回復スキル、そう、スキルもあるんだよ。自分も回復される前に撃つんだ、これすごい強っ。これ見て、最後のモーション見て、あ、チャレンジ成功しました、3つとも。おー、レベルアップした。あー、これ戦ってレベルアップするタイプなんだね。これは助かるやつだ。戦えば戦うほど武器も強くなるよという。はい、じゃあここに一番下にね、チーム戦っていうのがあるんですよ。で、これがマルチプレイ、知らない人と戦うことができるんですよ。じゃあ検索してみましょう。マッチング、お、来たか。知らない人と連携して相手を倒すというね。で、これはもうちゃんとね、避けるっていうのとかを全部駆使しないとめっちゃやられる。強くない相手。ちょっと待って、武器を変えたい。あー、死んじゃったちょっとじゃあ狙撃するわ。あ、当たってない当たってない。そう、狙撃も弾を入れてる時が、時間があるからちょっと待たないといけない場合があるのよ。あ、ちょっとスキル使うね。手榴弾もある。あー、死んだ。もう強すぎる相手が。これ1位の人強いな。3人倒してんの、私2回敗北してるからね。いや、強かったな、強い人が多いんだな。
はい、こんな感じでスタートリガーやってみたんですけど、戦闘も楽しい、すごいやっぱ楽しいんだけど、着せ替えがまずやっぱ楽しいなって思いました。すごい洋服いっぱいあったり、顔のレパートリー、髪型のレパートリーもたくさんあるので、下の概要欄にあのダウンロードできる URL を貼っといたので、やってみたいっていう方はそこから飛んでぜひやってみてください。私とマッチングしたらいいですね、マルチプレイでその時はもう強くなってるから、ちゃんと。じゃあみんなやってみてね。バイバイ。